カール・テオド・アドライヤーは1928年にサバカルル・ジャンヌを監督した。アート映画とは一般的に芸術性が高く、大衆市場よりも日チ市場向けに作られた自主制作映画のことである。本格的かつ芸術的な作品で、しばしば実験的な要素が入ることを意図していて、幅広い人気を集めることは念頭に置いておらず、 主に商業的な利益のためではなく美的感覚を追求するという理由で作られ、そして型にはまらない、あるいは非常に象徴的な内容を含んでいる。映画評論家や映画学者たちは、オームレアート映画は主流なハリウッド映画との違いを示す、形式ばった特性を持つものとして定義している。これらの特性にはとりわけ、わかりやすい、目的がはっきりした物語とは、 対照的な社会ハリアリズムの感覚や監督の作家性に基づいた表現力の豊かさの強調、そして思想、夢、または登場人物の動機に焦点を合わせている部分を含むことができる。映画学者のデイビッド・ボードウェルはアート映画を特有の表現様式を有した映画ジャンルであると説明している。アート映画は より直線的な物語とエンターテインメント性に寄せて作られた主流の大ヒット作品とははっきりと一線を隠している。映画評論家ロジャー・イーバートは批評家に絶賛された映画である恋する惑星を映画について知っているからこそ楽しめる大いに知的な体験と呼んでいる。映画研究者であるデイビッド・ボードウェルは1979年の論文ザ アートチネマーズ、A モードオブフィルムプラクティスでアート映画という語を確実的に定義し、アート映画を古典的なハリウッド映画界で作られていたメインストリーム映画と対致した。メインストリームのハリウッド式映画は一連の空間や時間の中で因果関係を持って起こる関連した出来事へと映画を整理してくれるような明確なナラティブの形式を用いており、 あらゆる場面がゴールに向かって進む。メインストリーム映画のプロットは明確に定まった主人公が進めていくものであり、はっきりとした登場人物たちが肉付けを行い、問いに答えがついてくる論理、問題解決手順、締めのあるプロット構造により強化されている。そのためメインストリーム映画は速いペース、観客の感情を適切に操作する音楽、サウンドトラック、 緊密でよどみのない編集によってまとめられている。対照的に、ボードウェルによると、アート映画は、リアリズムと作家的表現の豊かさという二つの原理によって、ナラティブを動かしている。典型的なアート映画は、原因と結果の因果がゆりよりエピソード的な、ナラティブ構造を扱っているという点で、メインストリームの古典的な映画作りの規範から逸脱している。 メインストリーム映画は道徳的ジレンマやアイデンティティの危機を扱うこともあるが、こうした問題は普通、映画の最後までに解決される。アート映画では、ジレンマを深く考える形で探求、研究するが、映画の最後にはっきりした解決がないこともよくある。アート映画において、物語はしばしば長い会話を通して行われる。 登場人物の展開や考えの探求に対して二次的な役割しか果たさない。アート映画に物語があれば、普通は緩やかに作られているか曖昧なエピソードのゆらゆらとしたつながりになっている。映画内には説明されていない空所があったり、意図的にぼかされている筋道があったり、前の場面に関連づけられていない、異質な一連の場面があったりして、見ているものは、 主観的に映画のメッセージを解釈せねばならない。アート映画にはしばしば独特なビジュアルスタイルの痕跡と監督による作家性が出たアプローチが見受けられる。ボードウェルによるとアート映画自身がジャンルであり、それ自体の明瞭なコンベンションを持っている。映画理論家であるロバート・スタムもアート映画は映画ジャンルであると主張している。それによると、 映画ジャンルが予算や出演スターなどの側面に基づいて分類されるのと同様のやり方で芸術的ステータスに基づいてある映画がアート映画だと考えることができる。ある映画がメインストリーム映画なのかどうかについて批評家の意見が一致しないこともある。例えばガスバン、サント監督のマイプライベートアイダホは高い芸術的価値を有する。 映画的実験の鍛錬とみなされた一方で、ワシントンポストはこの作品を曖昧なメインストリーム映画であると考えた。イントレランスのポスター。アート映画の先駆けには、イタリアの無声映画である、エル・インフェルノや、D.W. グリフィスの、イントレランス。カール・テオドア・ドライヤーの、サバカルル・ジャンヌ。そして、戦艦、ポチョム・キンをはじめとして、数十年にわたりヨーロッパの映画運動の発展に、 影響を与えた、ロシアの映画監督、セルゲー・ゼンシュテインの作品群が含まれている。アート映画は、ルイス・ブニュエルや、サルバドール・ダリンによる、アンダルシアの犬や、黄金時代を生み出した、スペインのアバンギャルドや、詩人の地を取ったジャンコクトなどからも影響を受けている。イングランドでは、アルフレッド・ヒッチコックとアイバー・モンタキューが、映画協会を作り、 芸術的な業績と考える映画を輸入したが、弁償法的なモンターニュのソビート映画やドイツの映画会社ウーファの表現主義映画のようなものが主であった。アメリカの写真家兼映画監督のマンレイは純粋映画運動のダダイストの一人であり、そしてその運動はアート映画の発展に影響を与えた。純粋映画は1920年代から1930年代における、 フランスの前衛映画運動であり、アート映画というアイデアの発展に影響を与えた。純粋映画運動は、ハンス・リヒター、バルター・ルットマン、そして、ビキング・エッケリングのようなドイツの絶対映画作家に影響を受けている。リヒターは、自分の1921年の作品である、リズム21が、これまで作られてきた映画の中で、最初の絶対映画だと誤って主張した。 実際には、1920年にリックスピールオーパス、一応制作した仲間のドイツ人芸術家、バルター・アルットマンは、もちろん、1911年から1912年の間に映画を作っていた、イタリアの未来派芸術家のブルーのコラとアルナルド・オジナ、にも先を越されていた。ジャンルノワールの映画、ゲームの規則は、第二次世界大戦前の時代のフランスの、 上流社会を辛辣かつ悲劇的に風刺した風習喜劇を作ることによりジャンルの習慣を超越した作品である。サイトサウンドで行われた批評家の投票ではめまい、市民ム、東京物語の次、史上4番目に偉大な映画としてランクインした。1930年代から1940年代においてハリウッド映画はジョン・フォードの男の敵や 果てなき航路のような芸術的野望を抱く文学作品の本案とギャングが出てくるスリラー映画のような儲かるポピュラー映画とに分けられる。1940年代にはイタリアでネオレアリズモが交流した。無防備都市、戦火の彼方、そして自転車泥棒といった1940年中頃から終わりのイタリアのネオレアリズモ映画は 別の意識的なアート映画運動と考えることができると、ウィリアムシスカは主張している。1940年代、イタリアのネオレアリズム映画と他のヨーロッパの芸術本位の映画作品は主流なハリウッド映画とは異なるというアメリカ合衆国民の一般認識は、アメリカの主要都市と学園都市におけるアートハウス映画館の発展によって強化された。第二次世界大戦後、 映画に行く習慣のある一般的なアメリカ人の層の拡大が主流なハリウッド映画を疲弊させてしまっていた女王。そのような層の人々は主流な映画館で上映されている作品に代わるものを見るために新しく作られたアート映画の映画館に流れていった。このようなアート映画館で上映される映画はドキュメンタリーやハリウッドの古典作品の再上演はもちろん 英国の作品や外国語映画、そしてアメリカの自主映画を含んでいる。ロベルト・ロッセリーニの無防備都市アレクサンダー・マッケンドリックのタイト、リトル・アイランド、自転車泥棒や赤い靴のような作品はアメリカのかなりの観客に向けて上映された。1950年代半ばには、イタリアではフェデリコ・フェリーニが、道やカビリアの夜を スウェーデンでは、イングマール・ベルイマンが、のいちごなど、その後古典となる、アート映画を制作した。ポーランドでは、アンジェイ・ワイダが、世代、地下水道、ハイト・ダイヤモンドからなる、栄光三部作を制作した。1950年代後半には、大人はわかってくれないのフランソワ・トリュフォーや、勝手に仕上がれのジャン・リュック・ゴダールといった、フランスの映画監督たちが、 ヌーベルバーグと批評家に呼ばれる様式の映画制作を開始した。その様式はイタリアのネオレアリズムや古典的なハリウッド映画に影響を受けていた。この運動は一度も組織化されることはなかったものの、ヌーベルバーグに影響を受けた映画監督たちは古典的な映画様式の意識的な拒絶と若者らしい製造破壊主義の精神によってつながれた。そして、 ヌーベルバーグ式の映画はヨーロッパのアート映画の代表例になっている。50年代にはインドでもニューウェーブと呼ばれる動きが出てくるようになり、サタジットレイなどがこの代表的な映画作家となった。この時期に作られたうち最も国際的に高い評価を受けたのは貧しい田舎の少年、オプーが大人になるまでの物語を語る大地の歌、大河の歌、大樹の歌からなるオプー三部作と、 1943年のベンガルの飢饉の時期を舞台に、農夫の物語を描いた遠い雷名である。スウェーデン映画、私は好奇心の強い女より、女優のレーナ・ニーマン。アメリカにおいて、アート映画という用語は、アンディ・ウォーホルの1969年の映画、ブルームービーを含む現代アメリカ人アーティストたちの映画のことを指すが、レパートリー劇場や、 アートハウス映画館で上映された幅広い範囲の映画作品について研究するためにかなり大雑把に使われることもある。1969年にアンディブ・ウォーホルはブルームービーをリリースしたが、これはアメリカ合衆国で初めて露骨な性描写を含みかつ広く劇場を公開された成人向けアート映画であった。ウォーホルによるとブルームービーは 国際的に物議を醸したエロティックアート映画であるラスト単語インパリの主な影響源である。ロシアの映画監督であるアンドレー・タルコフスキーの映画アンドレー・ルブリオフは中世ロシアの遺恨画家アンドレー・ルブリオフを主人公に芸術の自由と抑圧的な権威の下でそのために芸術を作る可能性と必要性を掘り下げた作品である。 この作品のカット版が1969年に第22回カンネ国際映画祭で上映され、フィプリスイグランプリを受賞した。ソビエト連邦時代のアルメニアでは、セルゲイ・パラジャーノフのザクロの色において、ジョージアの女優ソフィコ・チアウレイリが子役を演じたが、ソビエト当局により上映禁止されたため、長期間西側諸国では見ることができなかったものの、 批評家のミハイル・バルタノフは革命的だと称賛した。1980年代初頭にカイエディュシネマはトップ10リストにこの映画を入れた。1970年代にはスタンリー・キューブリックの時計仕掛けのオレンジのように暴力的な映画やベルナルド・ベルトルッチのラスト単語・インパリのように激しい性描写のあるアート映画が作られる一方、アンドレー・タルコフスキーの惑星・ソラリス、 鏡、ストーカー、テレンス・マリックの地獄の逃避行や天国の日々のように指摘で内省的なアート映画も作られた。1970年代のアート映画のもう一つの特徴としては奇抜な登場人物やイメージャリーを目立たせる方向性への回帰があり、こうした傾向はニュージャーマン・シネマの監督ベルナー・ヘルツォークの作品で猛襲的なタイトルキャラクターが登場するアギーレ。 神の怒りや、泥棒と、錬金術師が神秘の地を探すアルハンドロ・ホドロフスキーのサイケデリックな、ホーリー・マウンテンのようなカルト映画に顕著である。マーティン・スコセッシの映画、タクシードライバーは、時計仕掛けのオレンジに見られる、暴力的で崩壊しつつある社会に生きる阻害された、人々を描くというテーマを受け継いでいる。スコセッシの映画に見受けられる暴力と沸き起こる、怒りの描写は、 デビット・リンチの夢のようにシュルレアリスム的なモノクロのイレーザーヘッドなどとは対照的である。1980年代から1990年代までにアート映画の意味はアメリカにおいて自主映画と融合するようになった。そしてこの二つの映画ジャンルは今でも多くの様式的特徴を共有している。1980年代に高く評価されたアート映画としては ビム・ベンダースのロードムービー、パリ、テキサスがあり、この作品は、パルムドールを獲得した。1990年代にアイデンティティ、チャンス、死、実存主義といった哲学的なテーマや事項を探求した監督としては、マイ・プライベート・アイガホのガスバン・サントや、恋する惑星のオン・カー・ウアイなどがいる。イラン映画においては、アッパス・キアロスタミの応答の味が、 カンヌ国際映画祭でパルムドールを獲得した。ダーレン・アロノフスキーのパイは平安を求めているパラノイア的な数学者に関する信じられないスタイルと内容に満ちた信じられないほど複雑で曖昧な映画であると評された。この作品はデビット・リンチの影響を受けており、イレーザーヘッド風の奇怪な世界を作り上げている。 クシシュトフキエシロフスキ監督のトリコロール三部作、特にトリコロール青の愛とトリコロール赤の愛は人がどのように毎日人間関係に対処しているかを扱う作品であり、冷静と実存主義の探求であると評された。2002年のポール・トーマス・アンダーソンの映画パンチドランクラブではコメディアンであるアダム・サンドラーを主演に据えるという、 意外性のあるキャスティングが行われたが、批評家のロジャー・イーバートはこの作品について、あらゆるアダム・サンドラー映画の鍵となる作品かもしれないし、キャリアの上でサンドラーを新しい方向へ解放してくれるものかもしれない。ああいう馬鹿げたコメディを永遠に作り続けるわけにはいかないだろうサンドラーがこんな道の深みを持っていたなんて誰が考えただろうかと述べている。 タイのインディペンデント映画監督であるアピチャートポン、ウィーラ・セータ君の作品は夢、自然、自らの同性愛をはじめとするセクシュアリティなどを扱っている。ウィーラ・セータ君の文身おじさんの森は2010年のカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞したが、この作品は単なる美しく撮られたショットの繋がりに過ぎないのかもしれないものと、死と再生、愛、喪失、 ゴーについての面白おかしい物思いをまとめ上げたもの、であった。テレンス・マリックのツリー・オブ・ライフは、何十年もかかって計画された作品で、2011年に、第64回カンヌ国際映画祭で、パルム・ドールを受賞した。批評家から極めて高い評価を得たが、コネティカット州、スタンフォードの英文シアターでは、観客の意見が真っ二つに割れたため、返金は、しないという方針を張り出し、 この野心的な芸術作品と、その他の挑戦的な映画を支持する胸を打ち出した。ニコラス・ウィンディング・レフン監督の、ドライブは、アートハウスアクション映画と呼ばれている。ジョナサン・グレイザーの、アンダー・ザ・スキン州の捕食は2013年に月70回、ベネツヤ国際映画祭で上映され、翌年インディペンデント・スタジオである、A24 により劇場公開された。スカーレット・ジョンソン主演で、 人の姿をしたエイリアンがグラスゴーで男たちをセックスに誘い捕食する様子を描いた作品である。セクシュアリティ、人間性、客体化といったテーマを扱っており非常に高い評価を受けた。傑作と評する向きもあり、批評家のリチャード・ローパーは芸術としての映画について我々が語るとき我々が話すものだと評している。2010年代は アートホラーが再び作られるようになり、ブラックスワン、イノセントガーデン、複製された男、ババドック暗闇の魔物、オンリーラバーズレフトアライブ、グッドナイトマミー、イットフォローズ、ウィッチ、泣き声、国村、ゲットアウト、マザー、サスペリア、ハウス、ジャックビルト、ミッドサマー、ザ・ライトハウス、パラサイト半地カの家族などが例として挙げられる。 アルフォンソ・クアロン監督が1970年代にメキシコで過ごした子供時代をもとに作ったローマ、ローマはモノクロで撮影されており、クアロンの過去作同様、必然として訪れる詩や階級をテーマとしている。この作品はストリーミング大手のネットフリックスが配給し、ネットフリックス作品としては初めてアカデミー作品賞にノミネートされた。 ハリウッドで作られているようなマスマーケット向けの映画はあまり監視祈願のない観客にアピールするものであると指摘する研究者もいる。こうした人々はよりよく考えて作られ質も高い映画に導く助けになってくれるかもしれない文化的エリートとしての映画批評家に頼っている。大衆的な趣味とハイカルチャーの間の断絶を橋渡しするためこうした 映画批評家は映画に行く人々鑑識眼を育てるべく馴染みのないコンセプトを解説してこうした映画をより魅力的なものに見せるよう期待を寄せられている。例えば映画批評家はレビューを通してこのようなアート映画分析の言葉を提供することにより観客が映画についてもっと真剣に考えられるよう促すことができる。アート映画はポルノグラフィであるという批判を受けることもある。 また、メインストリームの観客にとってあまりにも行々しく気取っているという批判もある。著名な例としては、アンディウ・ウォーホルによる1964年の実験映画エンパイアがあり、これは通常のスピードより遅く24フレーム秒で撮ったものを16フレーム秒で上映する。ありがとうございます。